通用中ガナベラ三振エヴァンジェリスト明けぼの三振前チンこと前田キライアリビーンビーさあ、今日はですね、明けぼの三振オリジナルのこの、分割三振組み立て三振ですねの、ご紹介をさせていただきたいと思います。この三振はですね、限定品としてあと5丁ですねが、これから皆さんにお届けできる、こうクーイナーっていうですね、この細めのこの、なんですかね、三振でとても弾きやすいですね。そしてですね、特徴としてはまあ例えば、移動の時にはですね、この3分割にして、移動に便利な、このケースにですね、もうスポッとはまって、そして組み立ても慣れるともう1分ぐらいでね、組み立てることができます。まあとてもシンプルですのでね、こう弦をこう緩めていただいてですね、そしてまあこの、特殊馬もついております。すごく音色がですね、丸くてとても伸びのあるいい、音色、こちらの方もですねオリジナルで作っております。まあこういう感じでこの弦をこうくるくるくるっとしてですね、まあちょんって、こういう感じで、くるってかけられます。そうするとですね、あとはもうこのここにはまあ、これをですねポンってやるとこう、まあ、これは普通の三振と同じ状態なんですけども、あとこれがですねこうスッと取れて、これまず一分割しますね。そしてまたこっちも取ってですね、ですぐ取れて、こういう感じでですね、まあ、3つに分解されます。そしてこれをまあスポッてですね、まあ、こういう形にして、収めております。こういう感じですね。そしてまあこういう感じですね、本当にコンパクトに、すぐ、収められてですね、とても、重宝でございます。そしてまた組み立てる時もですね、大体普通使われてる時はこう、まあ、そのまま、こういう移動の時だけこういうふうにばらして、持っていくと。そしてまあすぐ、その使う時にですね、もうすぐ簡単にこう組み立てできますのでね、こういう感じですぐ組み立ててですね、あとはこうスポッて入りますから、あとこの方を、こうこういう感じですね。そしてまあ弦をこうくるくるくるという形で伸ばしましてね、はい、こういう感じでですね、
もうあとは、馬を立てて調弦をしてという形ですぐ手軽にですね、できるようになっております。この、分割三振をですね、今回は、この、動画を通してですね、皆さんにご紹介をして、この興味ある方は、ぜひともまた、お問い合わせいただいてですね、お求めいただけたらなと思います。また詳しい、情報とかですね、まあお値段とかですね、またいろいろとご相談に乗りますのでね、とりあえずこの方はホームページの方にも載っけておりますので、そこのところリンク貼っておきますのでね、そこからまた入ってご興味のある方はお問い合わせいただけたらと思います。はい、ということで今日はあけぼの三線から三線エヴァンジェリスト前陣がですね、まあ、うちの師匠 の、この遺品として、残された、組み立て三線を、ご紹介、させていただきました。はい、安心、また野菜。